人々に生きる勇気を与える作品を何としてでも書いてみたいと思っていた。私ね、あなたの書いた上昇志向っていう本が大好きで気が合うわね。車止めてくれないか。今晩は越えられないでしょう。私にはまだやり残した仕事がある。ここで死ぬわけにはいかない。新しい自分に生まれ変わると誓ったんです。使命を果たすまでは私は死にませんよ。信じられない。だってあなたの心臓は自分の意志を持って回復に向かっているようですね。信仰によって病気が治る。信じられるかい？